画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。はい。予告イベント、Love is Memories 開催についてということで、昨日まで天松笠くんのバナーイベント、なんか前代未聞の100位ボーダー1億っていうね。僕の記憶が正しければ、もう一番最初のイベント、レオニードのイベントの1位ボーダーって8000万くらいだったような気がするんですけど、1年半のインフレを経て100位ボーダーが1億なんですね。もう聞いたことないっすね。まあ、本日だけ唯一プロセカお休み期間ということで、続いてのレオニード箱入れ情報来ておりますので、ご一緒に見ていきましょう。これね、バナーには描かれてないんですけど、やっぱりモブ子ちゃんが可愛いといった感じで、プロセカに登場するモブの女子大体可愛いんでね。結構公式のリプランでもモブ子ちゃんに対して反応してる方が多数見られましたが、まあ一応月始めのイベントが限定だと思いますので、こちらの4月下旬のイベントは限定ではないと思われます。開催期間が21日から28日、まあそしてチアフルライブでもないタイプボーナスがミステリアス。いちかちゃんのバナが軍服の半年ぶりかな、9月とかだったと思うんで、そのイベントもミステリアスだったんですよね。だから、まあいちかちゃんのバナ2回連続ミステリアスイベといったことになりますが、まあね、いちかちゃん以外に星4としてぶち込まれるのが、さきちゃんとお母さんなんですけど、さきちゃんね。さきちゃんはね、5月9日に誕生日なんですよ。もう1ヶ月もしないうちに、バースデー限定レアリティとして登場しますよっていうことが、先押しの方はね、もちろん知ってると思いますが、ここで星4が新たに登場いたします、といった感じで、あとは軽くバースデーのお話をすると、4月30日に東雲エナお姉ちゃんがバースデーレアリティ登場ですね。そして5月9日天間咲、5月17日天間司、25日青柳斗也で、6月入るとるいくんの誕生日。まあこの5月は忙しいですね。さきちゃん、天間、斗也くんといった順番でね、5月はギュッと詰め込まれるし、斗也くんに関してはちょっと僕も今のところ何とも言えないんですけど、続いての生配信のゲストとして、東野くんの中の人、伊藤健人さんが来ると。うん。ビーバスの書き下ろしだと思うんだけど、そこはちょっと、秋人じゃないのかなと、結構勘ぐっていますが、まあ、それはまた後ほど、生放送の時にでも動画にしていこうかなと思います。はい。といった感じで、編成の方も組ましていただきましたが、まあ、先ほども申しましたが、レオニードのミステリアスのイベントといえば、軍服の時と、最初のステラになりますので、まあ、星4はそこから持ってくることができるのかなと、あとは星3のミステリアスもたくさんございますので、母さん以外はいるのかなといった感じになります。まあ、1凸よりかは5凸の方がパーセンテージ高いですよという、まあ、ことはね、知ってると思いますが、あとは母上のバースデーレアリティがミステリアスタイプですので、まあ、そこ編成に加えることもできるのかなといった感じになります。イベント始まったら臨機応変に組んでいこうかなと思います。まあ、いろいろありますが、サムネイルに書いてるのが全部です。堂々としているが、この女限定が控えているといったね、感じで。ぜひ皆様のご意見コメント欄に残してくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。